FB 型エンジンは、スバルの第3世代水平対向4気筒ガソリンエンジンの系列である。2010年9月23日に発表された、1989年に導入された第2世代の EJ 型エンジンと1966年に導入された第1世代の EA 型エンジンの後継である。ピストンのストローク長を伸ばし、 ピストン内径を小さくすることによって、スバルは EJ 型と比較して、トルク出力を増大、拡大しながら、排気を低下させて、燃費を改善することを目指した。カムシャフト駆動はチェーン式で、補機はベルト1本で駆動する、サーペンタイン式。群馬製作所大泉工場内に新設された専用工場で製造される。なお、FA 型エンジンは、 等型をベースに開発されている。命名の由来は F がフトフューチャー、B がブランニュー、ボクサーの意味を持たせてあり、機関エンジンとしての思いが込められている。燃焼効率の追求と同時に、環境性能を引き上げることを目的に開発され、2.0リットルは内径を f i 9 2トルから f i 8 4トルに縮小するとともに、 小さな燃焼室形状へ変更した。ただし、ボアピッチは、排気量拡大を見越して、EJ20 と同一のものにされた。バルブの駆動方式は、カムシャフト配置の自由度を持たせる目的と、摩擦低減の観点から、直出式から、ローラーロッカーアーム式に変更し、バルブハサミ角を41度から27度へ狭めた。同時に、吸気側と、 排気側のバルブの間隔を1 2 6ト、mm、ルから1 0 4ト、mm、ルへと狭め、コンパクトなシリンダーヘッド形状としたこと、斜め割りコンロットの採用などで、ストローク量を7 5ト、mm、ルから9 0ト、mm、ルに拡大し、ロングストローク化燃焼改善による中低速のトルクや燃費性能の向上を実現させている。スバルのなエンジンにおいて、従来は、 吸気側のみに用いていたアベックスを排気側にも用いたデュアルアベックスとし低負荷時はミラーサイクル化している。さらに吸気側のアベックスは油圧式としては世界初の中間ロック式とし始動時の制御性を向上させた。また EGR クーラーを採用したことで高負荷時では積極的な EGR の導入が可能となり、 デュアルアベックスと合わせ広い領域の燃費向上が図られている。このほか、排ガス性能の向上によって、触媒のレアメタル使用量を約30%削減し、触媒コストを約50%減少させた。サイズについては EJ 型からほぼ引き継がれ、現行車種との互換性も考慮された設計となっている。また、重量については、ピストンコネクティングロッドで、 約20%の軽量化が図られているものの、ロッカーアームとチェーン駆動の採用によるメンテナンスフリー化の影響で約 4kg 増加した。ちなみに、FB 型は基本的にはな専用エンジンとして設計されており、ピストンとコンロットの軽量化もそのことを前提に行われていると同時に、アイドリングストップとの組み合わせも熟慮されている。純正エンジンオイルに関しては、 従来の 5W-30 オイルから少年費性能を高めた 0W-20 オイルが FB 型に合わせて新たに設定された。オイル量はタイミングチェーン採用の関係で EJ 型よりも多くなっている。FB16 なスバル FB16D、カットモデル FB16D は初のターボチャージ FB シリーズエンジンである。2014年のスバルレボーグのベースエンジン。 レボーグには2.0リットル直噴ターボエンジン FA20 回のオプションもあった。FB20、FB20 ハイブリッド仕様には専用エンジンカバーと運転席側にもう1個バッテリーが追加設置される従来の EJ20 型は排気量 1994cc オーバースクエアの内径工程を使用した。比較すると FB20 型はわずかに大きな排気量と アンダースクエアの内径工程を特徴とする。共通仕様、スバル FB20 バイト第5世代インプレッサセダン、およびハッチバックに用いられた。FB20 バイトと比較すると、FB20D は直噴となり、出力と効率がわずかに上昇している。スバル FB20X それまでの FB20 バイトを、ハイブリッド駆動系のために、内部摩擦を低減させるよう改良したもの。 ハイブリッド駆動系はリニアトロニック CVT に電気モーターを組み込んでいる。高圧駆動用バッテリーは重量バランスをより良くするために加湿の下部に搭載されている。総出力は 160HP とされる。ガソリンエンジンの出力は FB20 バイトのものと同程度である。2019年型 XV ではトヨタからの技術供与を受けて開発された。 プラグインハイブリッドシステム TH2A を搭載したモデルが発売された。この新しいハイブリッド駆動系は2つのモーター、マイナス発電機ユニットを使用する。駆動モーターとバッテリーはそれ以前の XV ハイブリッドよりもかなり大きく、プラグインハイブリッド車は限られた距離を電力のみを使って走行することができる。MG2 はパラレルハイブリッド稼働のもとでも同様に使用される。 MGE1 はスターターモーターとして使われシリーズハイブリッド稼働のためにバッテリーを充電する。直噴 FB20V は従来型の FB20D に比べて性能が抑えられている。直噴 FB20D は FB20X と同様にマイルドパラレルハイブリッド構成でも使われた。このマイルドハイブリッド駆動系は日本及び 欧州市場向けのモデルの一部のグレードに適していた。オーバースクエアのボアとストロークを持つ排気量 2457cc の仙台 e j 2五型と比較して、FB25 型はわずかに大きな排気量と、オーバースクエア度合いは小さなボア及びストロークを持つ。共通仕様、FB25 レガシー B4BN9 型と、レガシーアウトバック BS9 型への搭載にあたり、 旧機タンブル流強化や圧縮比の10.0から10.3への向上、重心維持を最適化した新型ピストン採用など、部品の約8割を新設計としている。2019年式スバルフォレスターは、2018年ニューヨーク国際オートショーにて改良された直噴 FB25 型エンジンと共に発表された。第7世代の2020年式、 レガシー及びアウトバックもそのベースエンジンとして改良型直噴 FB25 を採用した。ありがとうございます。